恋愛に役立つゆるふわな番組、今回はですね第215回ですね。はい、録画したのは2023年、もうあっという間ですよ。はい、2月17日ですね。はい、僕の著者名はウッドウィル博士で、主に女性向けの恋愛話を10冊以上書いてます、いますと。で、今日ご視聴してくださるのはあかりさんです。あかりです。はい、で、今回も近況に行って、あかりの質問に行って、今週のニュースに行って、他のコーナーをしていきます。はい、なお、スポンサーはですね、恋愛で悩む女性のための電話相談サービス、恋愛ユニバーシティの電話相談と、次の誕生日までに結婚するをキャッチフレーズにした婚活サロン、マイマリッジスクールと、結婚した後の夫婦関係を良くするミセスマイマリですね。この3つで、スポンサーですね。はい。では、あかりさん。近況をお願いします。近況はこちらにもうちょっと寄って、はいはい、どうぞ。こっちに行きます。ここに背もたれか、はい、どうぞ。え、椅子をこうすれば、椅子こうすると足がいろいろあるんです。はい、うん、はい、近況どうぞ。いいですか。はい、いや、すいません、デビッド・フィンチャーの、デビッド・フィンチャーっていう映画監督の映画を見てて、はい、面白い。何見ました？ハウスオブカード。あれは海外ドラマね。海外映画じゃなくて。映画じゃなくて。第、シーズンいくつまで見ました？まだ1なんですよ。1の後半も。後半ね。後半見てて、はいはい、で、デビッド・フィンチャーもともとエイリアン3の時から気になってて、うん、はい、セブンとファイトクラブ。そうね、セブン、ファイトクラブ、そう。ベンジャービン・マトン。うん、ゴーンガール。ゴーンガール、ゴーンガール、うん、あ、ゴーンガールとファイトクラブを 見直したんですよ。うん、はい。そんな感じで、やっぱすごいなって。感想、もうちょっとこう中身の話を聞きたいですよ。ゴーンガールは、博士が結婚生活、はい、結婚後の生活についての話をするときによく参考に出す映画で、はい、じゃないですか。はい。うん、で、私それを、結構前じゃん、5、6年前の。まあ、それぐらい前かもしれないですね。結構前、もっと前かもしれないぐらいですよね。なんかそれ見て、はい、あ、結婚したくないなって思ったんです。なんかこれが真実なのかなっていう、はい、まあ、みんなどこかこう夫婦家族っていうのをどこか外向けに演じてるところがあるのかなって、はい、若い時は思って、初めて見た時は、なるほどって思って。で、見直したらどうでした？見直して、違う発見ありました？違う発見ありました、うん、ちょっと聞かせてください。まあ、それこそその何でしたっけ、ミセスマイマリ、うんうん、じゃないけど、やっぱこう結婚した後の、お互いの接し方、はい、旦那と奥さんの、はい、でだいぶ変わるんだろうなって。そうですよね、思いました。ベン・アフレックっていう男性役俳優の人と、女性の俳優忘れたけど、うん、イギリスの俳優らしいんですけれども、うんうんうん、あの人たちの接し方がちょっと一番典型的な、やっちゃいけない接し方をしてるんで、はい、あんな風になったって感じ しましたよね。典型的なやっちゃいけない接し方、まず最初に完璧な夫婦になるわって、あの女性が多分言ったはずなんですよ。私たちは完璧な夫婦になると、うん、完璧を目指すことがやばいっていうか。であと、その旦那さんが失業したんですよね。あ、作家、何やってたか忘れたけど、記者かな、うん、その時に、まあ、いつも毎日ゲーム、家に帰ってゲームやってるんですよ。やってた、うん、それを批判してた、働かなくてダメだみたいな。うん、だからその家に帰って、もう彼も多分そう思ってたはずなんですよ、うん、俺も頑張らなきゃダメだと、うん、思ってた時に慰めるんじゃなくて、こうなんかそんな遊んでっちゃダメでしょみたいな、うん、鼓舞して、うん、彼の居場所がなくなった時に、なんか後輩が誰か優しく接してくれる女の子が現れて浮気が始まるっていう典型的な、居場所を作ってあげなかったというか、ベン・アフレックの。なるほど。その旦那が結婚した後に失業して家でゲームばっかりするようになった時って、うん、奥さんがやるべき一番ベストな態度って何なん、接し方ってどう、まあ、ほっとくです。とにかくほっとく。基本ほっとくで、なんか辛いこと言ってきたら、まあなんだろう、同調してあげる。へえ、はい、頑張ろうとしてるけど頑張れないんだと思うんですよ。うん、あとその、ジョン・グレイ博士とかが言うのは、うん、まあ、ゲームをしてるのは別にそのサボろうとしてるわけじゃなくて、うん、なんか心を切り替えようとしてるとか、あと穴ごもりと言われる
自分一人で考えてる時というか。はい、でもそのほっとくっておっしゃっ、ほっとくのがベストっておっしゃったけど、はい、でもそのほっといてる何ヶ月かの間の、まあ、半年ぐらいかな、半年ぐらい、1年とか分かんないけど、そ、終わりが見えないじゃないですか。いつ出てくるか分かんないのに、うん、その間の生活費とかって全部貯金とか、お金なかったんでしたっけ、あの2人って。なんか奥さんもちょっとあんまり仕事がうまくいかなくなったんじゃないですかね。でお金がないのよ、うちは、みたいな。で、はい、それで田舎に、彼の田舎に帰ろう。じゃあ、それでいいんじゃない。ああ、じゃあ。あの、電話相談でもそうなんですけれども、はい、やっぱり2人に危機が訪れる。仕事がどっちかがテンパったりすると、テンパ、あの、壊れやすいですよね。だからそこが一番重要だっていうのがありますよね。わかるなぁ。なかったんですね。わかるなっていうから、まあそれが一個があるんですけど、あのハウスオブカードはいつ見たの？まだ見てる途中ですか？まだ見てて、でもかなり分かってきました。どういうものかっていうのが。教えてください。感想というか、僕ハウスオブカードすごい好きなので。ハウスオブカードの簡単な説明を。ハウスオブカードお願いします。いや、私博士の方が絶対分かりやすく喋るから。ハウスオブカードはだからあれですよね。そのデビッド・フィンチャー監督のネットフリックスの海外ドラマで。多分そのネットフリックスが最初の頃にお金めちゃくちゃかけて作った映画ですよね。監督すごい人を整えればなんとかなるみたいな。あと脚本を。で、もともとイギリスの話、イギリスの、あの原作はイギリスなんですよね。イギリスのドラマをリメイクしたんですよね。そうなんですか。そうなんです。はい。で、まあ下院議員、アメリカのホワイトハウスの話で、まあ、上院下院とあって下院議員の院内総務でしたっけ、あのフランク・アンダーウッドっていう人がいて、その人は、まあ、ケビン・スペーシーがやって演じているんですけれども、まあ、ケビン・スペーシー昔から好きなんですが、でその人が、まあ、その国会議員だったんだけど、アメリカの議員だったんだけど、そこからその内閣に入れるっていうね、その大臣、なんとか大臣になれるわけですよ。なれるのとこまで行った時に、その時、当選した、うん、なんて人だったっけ、まあ、大統領が、うん、名前なんでしたっけ、大統領の、忘れましたか、うん、その大統領がまあそのちょっと今回は内閣に入らずにもう一回議員に残ってくれと言われて裏切られたと。で多分そのフランク・アンダーウッドの夢って大統領なんですよ。そうですね、うん、その夢を、まあ、裏切られたので、そこから始まる話ですよね。へえ、そうですね、はい、なんかこうあらゆるこう政治をやってこうのし上がっていくっていう感じですよね。そうそうそう、ハウス・オブ・カードっていうのは半沢直樹っぽい、半沢直樹っぽいですね。悪い半沢直樹みたいな感じです。そうね、半沢直樹ってやっぱ完全懲悪的な悪いものを倒すみたいなイメージあるじゃないですか。うん、むしろあの和田、大和田なんとかという人がいますよね。その、あの、半沢直樹の敵側に、はいはい、あの人誰だっけ、あの、役者、歌舞伎役者だった。捕まった人？あの、銀座のママの髪の毛掴んで、なった人は、いました、いました。でもそれでみんなもう分かったと思う。これ、まあまあ、あの、なんだったかな。まあいいや、その人が主役のドラマみたいな感じですよね。あ、そっち側が主役なんだみたいな。とにかくこう、まあ、でそれはまあ前提でそういう話だとしてあって、はいはいはい、それでどうですか。いや、なんかあの博士がいつもこう相談とかすると、人間関係とかの、うん、ここはもう政治とか根回しがすごく大事でとか言ってくるじゃないですか、はいはいはい、それの意味がよく分かった。そうですよね、うん、あ、なるほどなるほどって、畜生とかこいつとか思っても、やっぱりこう後々の自分 の利益のことを考えたら、そうそうそう、なんなんですねって言ってこう褒めたりして、うん、よいしょしておいた方が巡り巡って何年後かに自分にいいことが返ってくるっていうか、うん、そうそうそう、まあだからそのフランク・アンダーウッドは何が何でも大統領になりたい人なんですよね。で、まあ、みんなあのホワイトハウスにいる人や、うんうん、まあ、ヘラルドだっけ、そういうその一流の記者たちは、うん、はいはいはい、もうだからあの辺にいる人たちってもう世界中の一番の一流が集まってるはずなんですよ。はいはい、アメリカのトップってもう世界のトップなんで、だからもう議員も全員みんな超一流なわけですよね。そうですね。でも
フランク・アンダーウッドになんか負けてくというか。そうですね。で負けてく多分理由は、うん、あの弱いからなんですよね。駆け引きができない。いや、みんな何か弱いところがあるんですよ、うん、ある人は家族を握られると弱い、うん、ある人はお酒が弱みだったり、うんうん、そこを見つけるわけですよ彼はね、うん、弱みを見つけて、でじゃあフランク・アンダーウッドの弱みは何だっていうと、ないっていう、ないですね、弱みがないところがすごいというか、だからその超一流の人たちにもみんな弱みがあり、そこを容赦なくこう叩くというか突っ込んでくるっていうのは、駆け引きの天才であり目標を叶える人なんだなと思ったんですよ。うん、で一回挫折したらもう大体最初の段階で、一番最初にあなたはホワイトハウスに入りませんと、その内閣に入りませんと、うん、もう一回議員行ってくださいって言われた時に、大抵もそこでもう5年も10年もかかるんですよ。うん、もうなんならもう諦めちゃうというか、うんうんうん、そこで一日悩んだ後で、うん、新しいプランが浮かんだとか言うわけですよね。うん、そのなんていうか、立ち上がる力というか、あのグリッド。グリッドがすごいなっていう、やり抜く力、うん、そう、なんか問題解決能力と目標達成、うん、そうそうそう、あれがすごい、すごいですよね。あとサイコパスじゃないですか。多分サイコパスですね、うん、はい、サイコパスってよく言われてるのが、外科医に多いとか、うん、あとはウォール街に多いって言われてるんですけど、うん、まあ多分調査して、うん、それって多分職場が作ってる気がするんですよね。うん、あんなホワイトハウスにいたらサイコパスじゃなきゃやっていけないだろうっていうのがありません、うん、サイコパスじゃないと残れない、ね、そうそうそう、だから普通の人もサイコパスになっていくと思うんですよね。あ、鍛えられる、あのみんな他でいたらもっとのんびり働けるのに、そうです、ね、あそこにいることによってみんな結構なんだろう、うん、潰し合いとかじゃないですか。うん、なんかね、人信用できなくなる、はい、信用できない、そうそうそう、弱みを見せられないとか、うん、嘘をつかなくてやっていけないとか、自分の心情があるけれども、上に上がるためにその心情を殺して誰かを騙してさなきゃいけないってことがずっと続いていくと、うん、しかもそうなった方がうまくいくんで、うんうんうん、あのサイコパスになるための学校みたいなもんですよね、うん、だと思いました、ね、だから面白い、うん、面白いですね。あとデビッド・フィンチャーでもう一個あって、はいはい、なんだろうな、海外ドラマ、あのネットフリックスの中で、マインドハンター、マインドハンター、あれも面白い。うん、あのハウスオブカード見終わったらマインドハンター見てください。うん、じゃあそんなわけで、あ、じゃあ、はい、ありがとうございます。はい、僕の近況なんですけれども、はいはい、このビデオカメラが、はい、まあ、ビデオカメラに心があるとしたら俺って今思ったと思うんですけど、あのそろそろ限界が来てるような気がするんですよね。まずこのビデオカメラってあそこ遠くにしかマイクがないんですよ。カメラにしかマイクがついてないんですよ。はいはいはい。だから今、あのパソコンで別撮りして合成してるんですよね。でも本当は、あの、外部カメラを、あそこに設置して、こっから直接撮って、一回でこう、ミックスしたいんですよ。うんうんうん、で、しかもなんか、ここ1年ぐらい、ピントがこう、合わなくなったりとかしてるんで、買い替え時だと思うんだけれども、一方でその、このゆるふわな番組ってお金を稼いでないので、多分買ってもらえないっていうか、うん、職場にこう、あの、何、いろんな人に話しても、いや、それはあの、お金出せないですね、みたいなことになっちゃうんで、まあ自分で買おうかなと思っていて、うんうん、そこで、はい、ちょっとこう、クラウドファンディング的なことをしようかなと思ってると。でもクラウドファンディングってなんかみんな思ってるのは、寄付みたいなふうに思っちゃってる人もいると思うんですけど、うんうん、それは嫌なんで、うん、5人だけ、うん、12,000円で、うん、1時間相談に乗ろうかなと思っていて、その5人の相談に答えたら多分6万ぐらいになるんですよ。12,000円なんでね、うん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 。それで買おうかなと思ってるんで、皆さんもしよかったら、多分その、この YouTube を見てる人の概要欄に、なんか、コメントをかける、ところがあるんですよ。うん、そこに、なんだかな、普通のゆるふわな番組へのコメントや質問はこちらっていう多分文章が書いてあって URL が書いてあるんで、そこの普通のお便りのところにカメラ購入チケット、カメラの購入のお金を払いたいですって言ってくれると、あの僕が返事を書いて、じゃあ12,000円で、まあ、1年間いつでも相談乗れますみたいな、1時間。
まあ、普通に買うと3万3000円するんで、うんうん、もし相談したい方はいいですし、あと何だろう、1年更新なんだけど、僕が元気出る限りはずっと相談乗れるんで、いつでも使いますみたいな、うん、ただし僕が死んじゃったりとか何かあったらごめんなさいみたいなこと でしかもそのそれは録画して皆さん見れるようにしますんで、それを募集します。5人、はい、それは近況ですかね。それでカメラ買おうと、はい、素晴らしい。じゃあ明かりの質問に行きましょうか。はい、お願いします。じゃあ明かりさん読んでいただけますか。はい、はい、じゃあ博士が本に書いていた好きな男を振り向かせる6つの方法っていうのがあって、はい、それを毎回一つずつ掘り下げていきたいと思います、はい、でこれ6つ全部読んでいいですか。そうですね、はい、では、グッドウィル博士が書いてた好きな男を振り向かせる6つの方法、1、まずは外見を磨いて綺麗になる、2、彼に気があることは隠しておく、3、彼の価値観、世界観を理解し尊敬する、4、相手の劣等感と過去の傷は慎重に扱う、5、自分の中身を磨いて深みのある女になる、6、恋の駆け引きに強くなる、はい、じゃあ今日は1、はい、で1、まずは外見を磨いて綺麗になるについて、でこの項目の中にあった見た目を磨くについての質問です。で1、恋愛や婚活で女性が外見を磨いて綺麗になることがまず大切なのはなぜでしょうか。うん、外見というのは外見って言ってましたよ。外見、普通でどっちって言ってますか。外見。あ、そうですか、分かりました、うん、どっちが正解。いや、外見が正解だと思うけど、なんか方言なのかなと思って。 あんまり意識してませんでした。はい、 いや、いいんですよ。はい、はい、で女性が外見を磨いて綺麗になることがまず大切なの、分かるでしょ、これは。そう、分かるんですけど、はい、一応質問にしようかな。じゃあ分かるとしたらちょっと答えてください。分かるって言いましたもんね。男性の本能は女性の美しさに簡単にとらわれる、だからだそうです。うんうんうん、じゃあそれですね。まず男性が女性を恋愛対象とか結婚の対象に選ぶときに、まず一番最初に外見から入るって多くの人がっておっしゃってたから、はい、じゃないですか。そうです、はい、じゃあ次いきますか。はい、じゃあ ② 番、はいはい、なぜ男性の本能は女性の美しさに簡単にとらわれるのでしょうか。これは何でだと思いますか。わかんない。本能、本能、性性的なもの、性的な本能。本能って多分説明がつかないときにつけられる言葉だと思うんですよ。あ、そうです、うん、だからこれも説明がつかないんですか。僕思うのは、はい、なぜ女性の美しさに簡単にとらわれるのかと、はい、まあそうですね、単純に人間っていつも言ってるんですけど、全ての生き物がそうなんですけれども、うん、自分をなるべく長生きさせることと子孫繁栄のために生物ってできていると、うん、そうすると美しさも絶対その中にあるんですよ、うん、生き残るため。そう、なんで、子孫繁栄と生き残るためになぜ美しさが必要だと思います。関係なさそうじゃないですか、うん、なんでですか、ね。はい、これも僕の考えなんだけれども、うん、2つあると、はい、1つは、遺伝子が、遺伝子ってまあ設計図ですよね。はい、はい、設計図なんですよ、うん、で最近トルコだからどっかで大地震があって家がいっぱい潰れましたよね、うんうん、潰れた家と潰れてない家の違いって多分耐震構造がいまいちからちゃんとしてるからだと思うんですよね、うん、他にもいろんな要素あるかもしれないけど、はいはい、で耐震構造がしっかりしてる設計図の方がいいですよね。生き残れますよね。そうですね。ってことは遺伝的に優れてるってことは生き残りやすいってことですよね、はい、でそれが見た目となって現れてるってことが一つの説明ですよね。で、例えば、はい、まあ、これもよく言ってることなんですけど、発生赤ちゃんっていうのはその最初って、女性の体内でこう、一個の細胞がこう分裂していってできてくるじゃないですか。でその時に設計図に従ってできてくるわけなんですけれども、まあ、顔の場合は最初は目が1個で、それがバーッと離れて上から鼻が降りてきてっていう風になんかできてくるんですよね。だからよく赤ちゃんで
まあ、奇形 の, あの赤ちゃんとか出てくるときに目が1個の単眼っていうのがあって、うん、それはこの目が離れられなかったというか、離れなかったのに花ができたんですか？花はできてない。だから花もその上にちょこんと乗ってるはず。単眼って多分もう生まれてすぐ死んじゃうか、うん、花もできてないはずなんです。そうですよね。だから目の上にちょこんとなんかおできみたいなのがあって、多分あれが花です、ね、それで流産しないで生まれてくるってすごくないですか？それはまあめったにないと思うけど、まあまあとにかくそれって量は顔の作りって美人の顔の作りってよく言われてることが、全ての人間の平均を取ると美人になるって言いません？あ、あれは完璧な、プランに沿ってできた顔っていうのが美しいと感じるってことなんだろうと思うんですよ。なるべく左右対称って言いますよね。左右対称で、まあ、距離も決まってるはずです。あ、はい、でそれも完璧なボディープランから生まれた顔は美しいって多分人間が判断していると。なるほど、ね、目と目はこことこの距離、なんか、昔の脳みそに関する本で読んだんですけど、我々がこう顔を見た時に目鼻口みたいに Z の形を描くようにパッと見るらしいんですよ。へ、でその時に目が離れてたりとか鼻がなんかだったりすると、うん、あれおかしい、違和感を感じると、ノイズが入るんです。そう、違和感を感じた時にそれ美しくないと思うらしいんですよね。なので、美しさっていうのは、なんていうか、その遺伝的なそのプランが完璧かの一つの指標になってるだろうなと。だとすると美しさが、大事って分かりますよね。なるほど。あともう一つはその健康かどうかも、見た目に現れる。あ、そうですね。はい、病的な顔とかそういうのも、例えば、いわゆるその精神的に病んでたりとか、まあ、緊張状態がない顔とかあるじゃないですか。ありますね。それはパッと見破れてしまうというか、だから男性の本能は女性の美しさに簡単にとらわれるのは子孫繁栄のために完璧なボディープランかどうかを見ているんだろうと。はい、なるほど、というのが僕の考え。はい、わかりました。ありがとうございます。へえ、面白い、面白いな。はい、じゃあ質問丸3番、はい、はい、博士が思うところの美しさの定義はありますか？これはどうですか？美しさ、美しさと関係していることをしているはしていますもんね。誰が？私？はい。私？はい。美しさに関係しているといえばしてますもんね。スキンケアとか。この世界の美しさ。そういう美しさじゃ、これ女性の美しさってこと？女性の美しさに限る。美じゃなくて。あ、これ一応この話の中では女性の美しさについて。なるほど。じゃあ女性の美しさって、なんていうかな。まあ、この世界の美しさ全体が、人間が子孫繁栄と、もう人間が作ったこととか人間が考えていることは全部子孫繁栄と生き残ることに関係してるんですよ、実は全てね。で、女性の美しさも、その美の中の女性の美しさも当然関係してると。で、これ京都大学の伏見教授とかなんかそんな人が昔いて、今どこで何してるかわかんないんですけど、昔美味しさについて定義してたことがあるんです。はい、美味しさってどうして決まってるのかと。なぜ我々の一部は納豆を美味しいと感じるのかみたいな。なんか酸っぱいものを美味しく感じたり、ビールが美味しく感じたりするじゃないですか。人によります。人によりますよね。あれ何なんだろうと。人によっちゃダメじゃん、子孫繁栄とか考えたら。でそこでその教授は美味しさを4つに分けたんですよ、はいはい、でそれは僕それを読んでて、あ、これは美しさとも同じだなと思ったんですよ、ね、で それにインスパイアされた美しさっていうのがあって、それはまず1個目が生物学的な美しさですね。さっき言ったその完璧なボディープランでできてるのが美しいと思うのが生物学的な美しさであり、若さもそうですね。あ、うん、白髪が生えてるよりも生えてないのが美しいとか、まあ、シミとか、ね、そういうのがあるじゃないですか。そうそう、そういうのがない方が美しいと感じるのは生物学的な美だと。次に文化的な美っていうのがあって、その文化だ、日本の文化とか、はいはいはい、トレンドとか、一時期眉毛が太いのが流行った時期があって、あ、はい、それはその時みんながそれを美しいと思ったというか、そういう文化なんですよ。納豆とかも美味しいと思うのは文化、その文化がないと美味しいと思わない、はいはい、これ美味しいんだよって学んでいくと。なるほどだから何でしょうね、まあ僕がいつも言ってるのは、まあ、婚活にしろ何にしろ、その時流行っている、まあ、お昼のテレビ番組で着てるタレントのような服を着れば間違いないとかね、
なんかその、あとは何だろうな、文化。まあ、コンサバティブな格好をすると、そういう文化を受け取って美しいと思うとか、モードっぽい服を着てると、なんか自己主張が強そうだとか。はい。どうですか？質問あるんですか？なるほど。なんかあの普遍的な話、普遍的な美が聞き、文化だと流行りとかになっちゃうじゃないですか。 その土地によるとか、とかその国によるとか、国によるとか、だからなんかこう普遍的な、どこに行っても通じるような美の定義みたいなのが知りたい。いや、それはさっき、今言ってることなんですよね。つまり美っていうのは、まあ、だからどこに行っても変わると思ってるかもしれないけれども、あ、変わるものもあるかもしれないけれども、普遍的に言うと文化に影響されてる美があるよっていう。そうか、そうですね。国によって美人の定義ちょっと違う、違ったりしますし、あの江戸時代、これなんだろう、これ本当かどうか分かんないんだけど、なんかのラジオで大昔に聞いたんだけど、なんか江戸時代ぐらいまではちょっと太ってる人のがモテたと。その話聞いたことあります？太ってて目が細い、それどうしてだと思います？江戸時代ですよね。とか、それより前とかは、はい、あの栄養がそんなに豊富じゃなかったから、うん、太ってる女性は豊かさの象徴で、とかね、美しい。うん、そうそう。ほぼその時死ぬ人は感染症で死んでたんで、元気な人がいいと。で、一方で、その後は最近だと、まあ、感染症で死ぬ人はいなくて、あんまり、むしろその生活習慣病のは、人は死んだりするんで、あのもうちょっと痩せてる方がとか、なんかそういう説明があったりするんですけど、まあだから時代によって美しさが変わる、普遍的じゃないっていうんだけど、それは でもそれは文化の影響を受けてるんですよっていうふうにすると、普遍的な説明ができるっていう。わかりました。うん、了解です。あと経験によって4つあるんですよ。もう3つ目は、3つ目がすごいこっち見てますけど、見えるからなんか何だろうそんなはいはい、あの経験的な美っていうのがあって、経験的、はい、例えば何だろう、一番最初に付き合った人がつけていた香水の匂いを好きになるみたいな。へえ。なんかこれはどこだったかな、有名な性欲の科学っていう本の話したことありましたっけ。性欲の科学ってどういう本ですか、覚えてます？覚えてないです。性欲の科学って本は2000年ぐらいに出た本で、その頃も今もそうだけど、Google とかで検索する時代になっているわけですよ。で、面白いなと思ったのが、男性がアダルト動画、まあ女性も多分チェックしたんだと思うんですけど、検索してなんか動画を見るじゃないですか。検索キーワードを大量に調べたっていう、ね。で、そうすると、まあ彼らは本当に性欲に従って検索してるんで、実験とかと違って我々に媚びてるわけ、研究者に媚びてるわけじゃないわけですよ。そこから男性の本能を探っていくっていう本があったんですけど、そこで面白かったのが、イギリスって結構年配の女性が好きな男性が多いんですよ。はい、あの40とか50とかぐらいのを25とか30ぐらいの男性が好んだりするらしいんですよ。でその理由として説明してたのが、なんかイギリスってその最初に中学校か高校ぐらいの時に、なんか寄宿舎みたいなところに入れられるらしいんですよね。で、その時に最初のなんか寮母さんみたいな人がいるらしいんですよね。そこが最初に出会う女性、性的な女性だみたいなことを説明してて、まあ、そういう経験に影響されて、まあ、その本の説明だと、あの熟女が好きな女性が多いんじゃないかと言ってたんですけど、なんかなんだろうな、やっぱ最初の経験、最初にフェチとかもそうだって説明してましたね。思春期の時代に、例えば靴に対してその好きな女性、27歳ぐらいのね、中高生が女性を好きになった時に、そのハイヒールかなんかをすごいと思った時にもうハイヒールに恋をしてしまうというか、その時に接した何かを好きになっちゃうのがフェチだって説明してたんですけど、まあ、経験によって美を感じる、一人一人違うと。はい、最後は Q としての美。Q って何かっていうと、これまあ生物学的なものに近いんだけど、食物で、食べ物で言うと、塩と、脂肪と、塩と脂肪と糖。だから、その3つをすごくいい具合に混ぜると、もう麻薬のように食べると。世の中の美味しいものはこの3つの組み合わせだけで決まってるみたいな、
あのなんだっけ、あの背脂ラーメンも、あのマクナルのハンバーグも、すべてその3つの配合で人を麻薬にはめることができると。でそれはあの B も僕あるだろうなと思っていて、目が大きければ大きいほどいいみたいな。だからあの変なアニメみたいな、アニメってもめちゃくちゃ目でかいじゃないですか、でもあれ可愛いと思ったりするわけですよ。それおかしいですよね。それは多分 Q だろうと。あとはそのくびれとか胸の大きさとか、あの辺ってもアニメでデフォルメされてても違和感がないと思えるのは多分 Q だからだろうと。脂肪と砂糖と糖の、脂肪と砂糖と脂肪、塩、塩の配合みたいなもんだなと思ってて、この4つでビアできてるなと思ってます。脂肪と脂肪、4つっていうのは聞いてます、聞いてます。あのつまりあの生物学的な美と文化的な美と経験的な美と Q としての美の4つですね。 Q っていうのは CUE ですね、きっかけみたいな、トリガーみたいな。そう Q、 はい、あれですかね、なんか目が大きい、鼻が、顔だったら目が大きい、鼻が高い。鼻が高いは違うかも。違う、文化的かも。鼻が高いってあの多分日本人がある時期までの日本人が西洋人に対してすごく憧れがあったところから来てるかもしれない。じゃ顔だったら目だけなんですかね、かなと思う。あとバランス、バランスは生物学的な B かも。わかりました。目だけがバランスを変えてますもん。そうなんですか。だって、こう目鼻口っていうバランスを、全て完璧にもうなんかあらゆる日本人の平均を取った顔って見たことあります？そういう、まあ、なんかありますよね。ネットに出てますよね。もう典型的な顔、なんか日本人をなんか何千人もこう集めて平均的な顔を取るとことこの顔になりますっていうのはやっぱか可愛いとか綺麗しいですよ、ね、でもその鼻をでかくしたらやっぱ綺麗じゃなくなるけど、目だけでかくしたら綺麗なんですよね。へー、あ、だから Q なんじゃないっていう。そうですね、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次の質問。はい、じゃあじゃあセルフブランディングについてです、はい、でまずは外見を磨いて綺麗になるの項目の中にセルフブランディングの話があっての質問です。で、丸1、ターゲットになる男性がいればその男性にとって綺麗であるように見せるとのことですが、その男性の綺麗の基準を知るにはどうすればよいでしょうか。ターゲットになる男性がいればと思うね。いれば、いる場合。なるほど。これまずこれは結構複雑ですね。まずその察する能力が高いか低いかっていうのは男性にはあって、察する能力の低い男性というのは、もう自分の思ったことをどんどん言うんですよね。言っちゃうんですよね、こういう子が可愛いと思う。しかも男子後継になで、男子後継っていうその女性に対する憧れを持っていて、なおかつ察する能力が低い男性は芸能人でこういう女性が好きとか、あと例えば付き合い始めた時とか、まあ、会ってる時に髪もうちょっと切った方がいいんじゃないとか言っちゃうんですよね。あ、思ったことを、そっちの方が可愛いと思ってるというか、そしてしかも言っちゃう、でも察する能力の高い人の場合は、短い方が似合うと思ってても、あ、その髪型すごい似合ってるって言いますね。なぜかというと嫌われることとかが嫌なんで、空気を読んじゃうんで、なのでその2人は同じことを思ってても全く逆のことを言いますね。なんかそのターゲットになる男性の元カノとか、はいはい、今付き合ってる女性とかを観察するっていうのは、それはいい質問です、ね、それ書いてありました。いや、書いてなかった。書いてないですよね。違うってことです、ね、今思った。僕思うのは、じゃあ皆さん本当に自分のタイプの人と付き合ってますかっていう、多分付き合ってないんですよね。そうなんですか、はい、だって付き合えないもん。自分の好みのタイプの人と付き合える人ってあんまりいない。そっか。ある一定の美しさとか、女性で言えばかっこよさを備えていて、他の要素が整ってればこの人でいいと思っちゃうっていうか、だから本当に好きな人と付き合ってたかどうかっていうのがあるので、それを真似するのがいいとは思わないっていうか、そんな単純じゃないと思います。そっか、そうですね、はい、そっか。なんか学生の時に、
男友達がいて、うん、まあモテる感じ、うん、普通にモテる感じで、はい、まあ歴代の彼女とかは友達だから知ってたんですけど、うん、全部なんか似たようなうん、きれい系のスカートいつも履いてるような子、うん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 、ちょっとギャルっぽい感じの、うんはい、こうばっかりと付き合ってて、その男の子は、うん、でその人がいないところで他の男の友達と喋ってた時に、うん、なんかあいついつも似たようなタイプと付き合ってるよなって言ってて、うんうん、確かにねとか言って言ったんですけど、その似たようなタイプって、まあ、女性の見た目の場合って、うん、そのファッションとかってまあ、文化ともつながってるじゃないですか。うん、だから そういう人と出会う場所によくいるとか、そういうのないですか。ああ、まあ、確かに大学の中で選んでたから、うん、その同じような年代の同じような。例えばなんだろう、サークルが生物学研究会っていう研究会と、うんうん、テニサーとかって、もういる人が違いますよね。ああ、そっか。生物学研究会だとしたらみんな地味な似たような格好してませんかね。うん、そっかそっか。ああ、そう言われてみるとそうかも。うん、分かりました。いやだからまあ、あともう一つ彼がそういうふうに自分の好みで選んで付き合ってたとしても、これから会う男性がそうとは限らないですよね。わかります。つまりその今一人の例を挙げて、一般化しようとしてたかもしれないけど、そんなことないっていうか。あかりさん自身はどうですか。その自分が選んできた男性って、うん、自分のもう最高の好みの男性ばっかりですか。いやそんなことないですよね、うん、男性もそんなことないんですよ。そうとは限らないというか。なるほど。そうだからなかなか難しいんですよ。難しいですね。そうだから一人一人、だから僕が、まあ、これその、ね、スポンサーである電話相談の話をしてしまうと電話相談を受けた時にはやっぱいろいろ聞いて、察する能力が高いか低いかとか聞いて、まあ男子高系の察する能力が低いと分かったらすぐにもう見えますよね。もう言ってくるんでね。男子高系の察する能力が低い。はい。なんかスカート履いた方がいいんじゃないとかね。はい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 。もうちょっと髪明るくしようよとか言ってくるんで。ああいう人いる。ね。いるいる。そうしたら分かりやすいですね。うん、ただそれも真似したらいいとも限らないんですよね。その通りにすると、あ、こいつ俺のことは好きなんだなと思って冷めたりするんで。難しいですね。そうなんですよ。だから流れとかちゃんと、と知って、あのオーダーメイトでこういう髪型にした、こういう髪にした方がいいって言ってかないと。だからもう一つ あるのがケチャップの謎って話聞いたことありますか。ないですよね、はいはい、これもマルコム・グラッドウェルっていう人が書いた、うんうん、ケチャップの謎っていう本があって、すごい面白かったんですよね。マルコム・グラッドウェルっていう著者はおすすめです。あ、それはさておき、うん、で、まあ、その、ケチャップの謎っていうのは実はタイトルはケチャップの謎だけど、うんうん、話はちょっと違っていて、まあ、長い話になるんですけど、うん、これも食べ物の話ですね。はいはいはい、で、まあ、ある味を研究する研究所があるんですよね。はいはい、でそこでこう話は長くなるんだけど、はいはい、マルコム・グラッドウェルの本によると、うんうん、コカ・コーラかペプシコーラの、うん、ダイエット版が出た時の話なんですよね、うんうん、はい、その時にどれぐらいの甘味の量が、うんうん、人が一番ハマるのかっていうのを研究してたんですよ、うん、これ以上甘くなるともう美味しくない、これ以上甘さがなくなると美味しくないっていう範囲がある、うん、あるわけですよ、うん、この中でどこが最高かっていうのをまず調べたんですけど、はいはい、調べたらそんなものはないってことにまず気づくんですよ。つまりその範囲に入ってれば本当に好みによって変わるということがまず分かるんですよね、うん、でそこからいろいろその研究グループが研究して、食べ物の美味しさっていうのを研究して、はい、ある結論に達したんですよね、うん、でそれを僕は今からラーメンに説明しますね。はいはい。ラーメン食べますか。食べます食べます。何ラーメンが。豚骨ラーメンが好きですか。好きです。嫌い、食べないラーメンってあります。塩ラーメンは食べない。食べない。なんでですか。美味しくないから。ですよね、うん、でよくラーメンってラーメンのランキングとか言ってたりするじゃん。最近わかんないけど昔雑誌とかで、あれって当てにならないと思いません。わかります、ね、うん、だって自分の好みじゃないものが1位とかありえない。でその研究所が気づいたのは、人って一番食べ物の好みに一番はないんだってことに気づくわけですよ、はいはい、うん、典型的な美味しいグループがいくつもあって、うん、その典型的なものを人を好むと。だから塩ラーメンで美味しいものを作りたいと思ったら、典型的な塩ラーメンに近づけていくことが大事だと。
豚骨ラーメンで一番美味しい豚骨ラーメンも実はなくて、豚骨ラーメンの典型的な豚骨ラーメンに近づければ近づけるほど人は美味しいと感じる。で、豚骨ラーメン、背脂ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメン、なんとかラーメンとかあるじゃん。まあ10個ぐらい多分あると思うんですよ。あのなんか二郎系ラーメンとか。その10個のうちのどれでもみんな美味しいと思うんだけど、でも、あかりさんは塩ラーメンには絶対ハマらないんです。そういうのが決まってるらしいんですよ。わかります？これを美しさにまた変換すると、はいはいはい、よく芸能人とかで、はい、前あの論文の淳とかがやってたのが、はい、あの女優とかタレントで一番美人を決めようとかいうのがあったんですよね。はいはいはい、あの芸人たちが投票してみたいな、そういう番組。うん、下世は？下世。品がないな。品がない。そう。その時僕は思ったのは、あのそれも1位はないと思ったんですよ、ね。男性も女性も典型的にこの見た目にはまるっていうのはみんなあるんですよ。で、その見た目にはまったとしたら、その見た目に近づけば近づくほどかっこいいと思うし、可愛いと思うわけですよ。へ、例えばそのロリ系のなんか女性がいて、そういうファッションしてたら、それが可愛いと思う男性がいる一方で、全くはまらない男性もいます。その見た目に。ということなんですよ。わかります？だから美って、自分、例えばあかりさんがいるとしたら、私が、より可愛くなりたいと思ったとしたら、はいはい、その私は何ラーメンかというのをまず知らなくちゃいけないんですよ。あー、なるほど。もしあかりさんが、はい、はいはい、塩ラーメンなのにかかわらず豚骨に近づけようとすると、はいはい、美味しくなるはずがないというか、なぜかというと典型的な豚骨の素材じゃないから。わ、うん、かります？無理がある。無理がある。そう。だからすごいガタイのいい、あのイタリア系の体をしてる人が、ロリファッションしたら、美味しくないっていう か、 そっか、むしろだったらその、大柄な人が似合うなんかそういうファッションって絶対あるじゃん。そのファッションに近づけるとそれを美味しいと思う男性たちが近づいてくる、はいはい、これがモテだと思うんです。あ、なるほどね。その中から好きな人を選べばいいんです。そうです。あ、楽ですね。そうだから、だからその自分が好きなファッションをしてるうちはモテなくて、自分が似合うファッションしたらモテ始めると。わかりました、はい、なるほど。わかりました。それがセルフブランディング。それはセルフブランディング。はい。わかりました。じゃあ、丸一の質問の答えは難しいっていうことですか？まあ、ターゲットのある男性がいれば、その男性にとって綺麗であるように見せるのは、人によるというのは、その、簡単にわかる男性もいれば、そうじゃない男性もいると。まあ、それは電話相談すればすぐにわかるかもしれないと。わかりました、はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、丸二番。で、今のお話につながるんですけど、ほとんどの女性はその女性独特の魅力を持っているとのことですが、自分独特の魅力を客観的に知るにはどうすればよいでしょうか。第三者の力を借りるなどでしょうか。そうですね。これはだから、これは、このほとんどの女性はその女性独特の魅力を持っているっていう言葉を聞くと、はいはい、一部の人は勘違いしてしまうのは、もう誰でも、みんななんか野に咲く花でもオンリーワンみたいなことを考えちゃったりするけど、そういう意味じゃないんですよね、これは。うんうん、どういう意味かというと、まあ、10個あるラーメンのうちのあなたはどっかに入ってるんで、それに気づけば、綺麗になれるっていうことをこれは言いたいんですよ。わかります？わかります。なんで、僕はその、その人独自の魅力があるとは別に思ってないと。本当はね、ただ10個の中のどれかにいるんだと思うので、それを知って近づけなさいっていうことを言うための言葉ですね、これは。で、客観的に知るためには、そう、第三者の力を借りるのはありですよね。絶対あなた塩ラーメンだってみたいなこと言う人いるでしょうね。いると思いますよ、はい、そして塩ラーメンみたいな格好したらモテ始めたら、それが答えですから、ね、なるほどってなりますよね。自分の似てるタレントを見つけて、そのタレントが、してるファッション、なんかスタイリストとかが決めたファッションみたいなのがあるとしたら、そのメイクとかファッションを真似ればモテるんじゃないかっていうのがありますね。ただファッションってあの TPO とかもあるんで。そうですね、はい、だからテレビの、まあ、テレビももうね、どんどん10年20年経つにつれて、だんだん、なんだろう、僕が昔本書いてた頃のテレビじゃなくなってきたんで、テレビを真似るのが正しいかどうかもだんだん難しくなってきたけど、要はまあ典型的な、だからその人が、例えばですね、これはあのどっかでまた昔にアンケートをしたことを、取材を受けたことがあるんですけれど、
香水って何つけたらいいですかねみたいな質問があったんですよね。女性は香水を何をつけるべきかっていう。博士にそういう質問、はい、何でも僕に聞いてくるんですよね、はい、ありがたいです、ありがたいです、はい、はい、でも日本って無香文化、香水のない文化、匂いがない文化なんで、ね、うん、匂いそのものが結構なリスクなんですよね。で一番アンケートを取ってみると一番人気あるのは石鹸なんですよね。石鹸の香り、自然の香り、自然の、まあ、普段触れるっていうか、はい、清潔感があるっていうイメージがあるんですよ ね、 すね、うん、ところがフランスとかそういうところになると全然違うわけですよ。もともとその香水の文化があるというか、うん、そうするとあとその男性がいる場所によっても違うんですよね、うん、女性慣れしてる男性だとすると普段からいろんな匂いをこうなんていうか触れる機会があるん で、あるいはその男性が若い頃になんかクラブとか行ってたりするとクラブ独特のなんか甘い匂いみたいなのしてるつけてる女性が多いとするとそれの影響を受けて好きになったりするんで、うん、なんかそのつまりその美しさとかは全て相互作用なんですよね。うん、つまりその自分自身の素材プラス相手の文化とかあるじゃないですか、その組み合わせなんで、うん、はい、だから、うん、だから最初のように、でもそのだからあの婚活とか恋活とか、はいはい、と、うん、あと誰かを好きになった時って全く戦略が変わると、誰かを好きになった時はその人に気に入ってもらわなきゃいけないんで、相手をすごくいっぱい知らなくちゃいけないわけですよね、うん、そういうどういう文化に触れてきたのかとか、はい、あるいは 本音でものを語るのかとか。でも一方でモテになると、うん、もう別にそう自分のこと好きにならない人間を弾けばいいわけですよ。そうですね、典型的な格好をして近づいてくる人にすればいいんで、うん、あの楽は楽ですよね。そういう意味で、まあ、その自分に見た目のタレントのモテファッションやメイクを真似ればいいと。なるほど、わかりました。はい、顔タイプ診断とか、ありますね、顔パーソナルカラー診断とか、うん、あと体のタイプ診断、うん、体の骨格、はい、骨格タイプとかそういうのも見てもらうのもいいですか？それは僕あまり詳しくなくて、うん、女の子はこういう話大好きなんですよ、うん、女子。詳しいですか？好きかも、うん、受けたことある。今の僕の話を聞いて、うん、その顔タイプ診断とかそれらが踏まえてると思います。自分が？そのいや、その先生たちが。あ、でもその、その顔タイプ診断であなたはこういう芸能人に似てますよっていうのをちゃんと明確に出してくれるから、うん、あの顔タイプ診断もいろいろあるんですよ。なんか、うん、キュートとかエレガントとか、うん、クールとか、うん、フェミニンとかで、うん、ってフェミニンだったらフカキョンとか、うん、ああいうフカキョンはあんまりあのなんだっけあのヤッターマンのフカキョンしか浮かばないけど、はい、ドロンジョ様ですね、はい、はい、まあ、いやちょっと待ってとか、なんかあのキュートだったら足立由美とか、足立由美とかで、クールだったら天海祐希とか直線的とか、あ、はい、だからそういうのが分かれば、その自分に当てはまる芸能人のファッションとかメイクとかを真似すればいいってことですかね。はい、でもただその気になるのが、その十字のそのなんていうかエレガントとかキュートとかで分けてるじゃないですか。うん、でそのマルコム・グラッドウェルのケチャップの謎で思ったのは、うん、そういう分かれ方はしていないっていうことなんですけどね。例えば塩ラーメンとか醤油ラーメンとか豚骨ラーメンとかいうを、うん、濃厚とかさっぱりとかなんか分けるとしたときに、うんうん、でも そういう分かれ方はしてない。その塩ラーメンっていうのはある特定のラーメンの種類を指していて、うん、その一個隣はもう全く違うものなんですよ。わ、うん、かります、はい、うん、だからその右へ行けば行くほど濃厚で、濃厚なラーメンがこれって分けたところで、うん、本当に美味しいラーメンにはたどり着けないですよ。その塩と醤油と、鶏ガラとかいろんなもののバランスでできたある特定の成功したものだけが塩ラーメンなんですよ。はいはい、それをそのなんとか診断の人たちは知ってるのかっていう。
いや、知ってな、わかんないと思う。知ってないと思う。もうちょっともう分かりやすくやってる感じそうかそう、もだしから、れ例えばこの緑色がここにあるじゃないですか。ない。で、カラー診断だと、例えば緑ってなんか落ち着くとか、なんか自然のなんか、そんな感じのことを言ったりするかもしれないけど、これが一口からガーって出てきたら、多分気持ち悪いですよね。そうですね。だから僕思うのは、人って色をそのまま判断してるんじゃなくて、その色で何を想像するかで決まると思うんですね。ああ、わかります。わかりますよね。それはわかりだまからす。人ってその単純に、機械的にエレガントとかキュートとか、あるいは緑がこうとか骨格の形で分けてるんじゃなくて、それらが総合して作り出すあるイメージを好きになってるんだと思うんですよ。わかりますかね。だから、ゴスロリっぽい、ゴスロリってわかります？わかります。ゴスロリっぽい格好してる人が、ちょっと違う格好しちゃうと、もう、それな、何なのかって分からなくなっちゃうというか、混乱しちゃうというか、それが典型的じゃなくなっちゃうがゆえに、美味しさがゼロになるというか、ゴスロリが超似合う人が。ゴスロリが超似合う人は似ゴスロリ合う。の格好すべきだとね。そうですよね。で、その時に、ゴスロリをちょっと外したとしたら、単純になんか濃厚さをもっと外しましょうみたいな、いろんなことをやったとしたら、典型的なゴスロリじゃなくなっちゃうんで、魅力が減ると。ただ、ずっとゴスロリばっか、気に入ってる人って、飽きてくるんで、そこにちょい変わったものを求めるっていうものはありますよ。だから、その毎日毎日塩ラーメンを食ってる人が、塩ラーメンに飽きてきて、なんかわかんないけど、柚子入れたら美味しいみたいな、そういうのはあると思うんですけど、それは、また、そればっか味わってる人に対する別のものなんですよね。だから香水をいつもか、まあ、映画をいつも見てる人が映画に飽きてきて、僕とかその、だから、インド映画をいくつも見てるんで、インド映画見ても、なんか、いつものインド映画だと、まあ、特にインド映画好きじゃないのもあるかもしれないけど、まあそういうのもあるんですけれども、基本的には典型的な何かというイメージに近づけるということなんですよね。それが分かっているのかというのが疑問ですね。なるほど。博士は相談してくる女性、ズームとかで、その人の見た目とか、体型とかも見て、この人はこういうタイプだなって分かります？分かっちゃいま分すかよる？ね。どういうふうに言います？そういうの。あなたが OL みたいな。まず言ってくれっていう人がいないんで。そういうのは、痩せましょうとは言うことありますよ。それは平均って、それ見た、もう博士が見て。どうしても彼を取り戻したいんですけど、復元したいんですけど、どうしたいですかと。まあ、10キロ痩せてくださいと。10キロって相当ですけど、相当ですけど、まあまあ、でも。でもそうです。もう取り戻すためなら。わかりままあ、しそのた。人は太ってるからですよ。痩せてる人に10キロ痩せろってことは言いませんよ、もちろん。でも太ってる人だったら10キロ簡単そか。ういうことですね。そっか。もういいや、この話置いといて。じゃあ、博士に聞けってことでいいですか？自分はどういまあ、う。本当に知りたかったらそうですよね。わかまあ、その時でも特定の男性にモテたいとかしたら、その相手のこともヒアリングいっぱいしたいですよね。ります。特定の男性。そうそうこういそう。う男性にいつもモテるんです。だってその、太ってる男性が大好きな人もいますもんね。ありますね。ありますで、ね。それも、あなたが太ってるとしたら、彼は、本当は太ってるとか好きじゃないけど、でも彼女は傷つくんで、そのままでいいよ、もっと食べてとか言ったりすることはあるわけですよ。で、それが本音かどうか僕は確かめないといけないですよね。いろいろ聞いて。でもね、まあ、20件ぐらいに1件ぐらい、本当に太ってる人が好きな男性がいて、相談件数に。もっと少ないかも。でもいるにはいます。いますよ。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、そういう感じで。そうなんですよ。面白いな。じゃあ次の質問いきます。じゃあ次は、寛容さについての質問になります。じゃあ寛容とこれは、はさっきと全く変わった、話が変わったってことね。博士の本、好きな男を振り向かせる6つの方法の話はここで終わり。終わりと。で、2番以降はまた次に。はい。じゃあ次は、私の個人的な質問なんですけど、寛容さについての質問です。で、なんで寛容さについての質問にしたかっていうのは、博士に以前個人的に、あかりさんはもうちょっと寛容になった方がいいって言われて、そんなこと言っちゃいました。言われまずっしと前た。ですね、それ半年ぐらい前に言われああ、た。割と最近でしたって言われて、あと、
なんかあと、恋愛とかそういう婚活とかにしても、寛容な人の方がこう幅が広がるから、受け入れられる幅とかが広がるから、結果、関係が良くなるような気がして、いい結果が出せるというか。だから、ちょっと寛容さについての質問を使ってみました。はい。で、じゃあまず寛容っていうのは、心が寛大で、よく人を受け入れること、過失を咎め立てず、人を許すことだそうです。それはどこに書いてあったんですこね。れは、ネットの検索で調べました。宮司書みたい宮司書で。な。はい。じゃあ質問1。寛容であるメリットを具体的に教えてください。何だと思いますか？でもなんか、まあ今言ったですけど、受け入れられる幅が広がるってことは、婚活でも選べる人の幅が広がるから、ああ、そういう寛容さね。すぐ決まる。相手がすぐ決まるっていう。特定の相手に対して寛容っていう意味ではなくて、今のは、例えば一つ。で、二番目が特定の相手に寛容っていうのは、まあ、お付き合いしてる時とか、結婚した後とかでも、なんか、カバンを下に置いたら許せないっていう人いいるっますていうおっね。しゃったじゃないですか。それも、ある程度寛容だったカバンっら、て家の中の床にも置けないわけですそうよね。そうそう。だから、ある程度寛容だったら許せるじゃん。あ、そういう人もいるんだっていうふうにそうですね。できるじゃないですか。だから、許す力って結構大事かなって思ってて。その通りです。はい。で、これが寛容な人のメリット。メリッ寛容でト。あるメリット。もう一つあって、これは中国言論って本があって、中国でビジネスをするときに、どうしたらうまくいくかっていうのを書いてある本なんですよね。それは何でか知らないけど読んだことがあって、いつの本ですか？もう15年ぐらい前かな、もっと前かもしれない。なんか誰かが勧めて読んだんですけれども、中国でビジネスをすると、みんなが落ちる罠が、信用してたのに騙されたとか、約束を守ってくれないと。で、ある時契約したにもかかわらず、またちょっと状況が変わると、もうちょっと利益をよこせみたいなこと言ってくるみたいな、そういう悩みが多いらしいんですよ、その本によると。でもそれは実は、中国人っていうのは人を2種類に分けてると。一つが、ハンって言われる、パンとかハンとかいうグループがあって、その中にいる人とその外にいる人に分けてるらしいんですよね。で、パンって何かっていうと、もうなんか何があっても裏切らないグループらしいんですよね。へえ。なんかよく、三国志とか聞いたことありますか？ありますね。三国志で、張飛と関羽と劉備っていう三人がいて、この人は義兄弟とか言ってて、何があっても裏切らない。で、こういうグループに入ったら、もう絶対にそんなことはない。さっき言った途中利益を上げるとか、そんなことしない、せずに、もう、口約束だけでも全部守ってくれると。日本人はそのビジネスの外にいるんで、まずビジネスをしようと思ったらパンに入りなさいと書いてあったんですよね。これって、まあ、中国人の方って、僕がいろんな本を読んでると、昔の本とかいろいろ読んでると、非常に合理的なんですよね。合理的な考えを持ってるんですよ。で、そのパンっていう考え方も多分生物学的に多分共通してると思ってて、で、寛容さっていうのは話に戻ると、パンの中に入るためにすごく使えるんですよね。我々はだから、ほとんどの人と接してるときには、なんかこういうことを話せるけど、こういうことを話せないとか、この人に、まあ基本的にみんな本音言わないんですよ。言わない。本音を言うと、なんか叩かれるとか、ここはここ気を使って言わないようにしようと。で、パンに入ってる人には本音を言うし、裏切らないと思うんで、守ってくれるっていう。で、この寛容さっていうのは、パンに入るときに重要な要素ですね。なるほど。まず相手の心をつかむ。掴むというか、身内になるというか、信用される。信用される。なるほど。ここだけの話を教えてもらえるとか、あと何だろう、例えば、結婚してた人が向こうの両親と、パンみたいな関係になってると、別れそうな時に向こうの親が助けてくなるほど。れる。まるまる君説得してみるわ、みたいな。でもそうじゃないと、なんか、まあ、自分の息子のためになんかいろいろやり始めたりとかしてしまう。なるほど。あとは、オンリーワンにもなれる。あ、そうですよね。りお金を稼いでる、より、
若い女性に行ってしまうってことをせずに、うん、彼女はしかいないみたいな、なんか比較検討されない。そうか。なんかこう夫婦関係がうまくいかない場合って、なんか奥さんが旦那さんを敵として見ちゃう、見てるっていう場合がある。あ、そうですか。だからそれもやっぱり寛容さがあれば、そうですね。味方に。はい。わかりました。はい。寛容さはその一つの重要な要素ですね。なるほど。はい。あ、じゃあでは質問丸に、寛容な人になるにはどうすればよいでしょうか。一番重要なことは、はい、自分を捨てるっていう。我をなくす。そう、我を減らすというか。じゃあ我が強い人は無理。我が強い人は無理。我が強くて正義とか感が強いとか、うん、余裕がない人ってやっぱり寛容じゃないですよね。余裕がない人。自分で精一杯というか。そうですね。はい、余裕があれば寛容になれます。余裕があれば寛容になりますよね。例えばなんだろう。お金積まれても別にいいやっていうか。ああ、そうですね。まあ、困ってるね、みたいな。いっぱいあるし、別に。はい、ああ、そうですね。そうですね。確かに。うん。わかります。つまり。まあ、あとは、うんまあまあ、だから、我を捨てて、正しいを捨てて、うん、染まって、相手に染まると、うん。自己主張をなくす。まあ、これ我を捨てると同じか。うん。まあ、中心になろうとしないというか。自分は中心になろうとしない。なんかその、これもよく話してるし、その記事にも書いてあったかもしれないけど、はい、司馬遼太郎っていうね、小説家がいて、あ、はいはい、その人がもうこの寛容さが大好きなんですよね。へー。で、その寛容さ二代、誰だっけ、知ってますね。坂本龍馬。そうです。それもう一人は。最後とか。そうなんですよ。そう。坂の上の雲。坂の上の雲は違います。違う。坂の上の雲は、あの二人が亡くなって、あ、まあ、最後とかも生きてたかな。龍馬が行くか。龍馬が行くです、ね。ああ、はい、わかりました。うん。はい。あ、それで、すいません。寛容の話取っちゃってもいい。寛容の話、そうそうそう。司馬遼太郎。本当に司馬遼太郎に書いた龍馬が本当の話かどうかわかんないけど、うん、坂本龍馬のいた、どうでしたっけ、長州じゃなくて、薩摩じゃなくて、佐賀。佐賀じゃなくて。佐賀、山口県？違います。土佐。土佐、はい、四国のね。はい。土佐藩。土佐藩でしょ。まあいいや、そこは、うん、上司と下司っていうのが分かれてて、はいはい。ね、もうその話も何回もしてたかもしれないけれども、まあ身分制度があって、武士も偉い武士と偉くない武士があって、偉くない武士は偉い武士が通ったら頭下げなきゃいけないみたいなのがあったけれども、偉い武士と偉くない武士をつなげたりもしたんですよね。さっきハウス・オブ・カードでフランク・アンダーウッドが頭が来てても、うん、自分の利益になることだったら別に呼び寄せたりとか、仲間っぽく振る舞ったりしたじゃないですか。あれですね。あれはだから行動だけで、寛容さをこう見せてるってことです、ね、うん。ただフランク・アンダーウッドを知れば知るほど寛容な人じゃないってことが分かるんで、寛容な人になるっていうのは全員をそうやって騙さないといけないんですよ。なんか騙すの大変だからもうなっちゃった方がいいかもしれない。それはありますね。あとは騙す方法としてはなんか特定の一人だったら騙せるんですよね。はいはいはい、はい、その人と人がつながり始めるとやばいんですよ。そうだったらもう全員に対して寛容にならないと辻褄が合わなくなっちゃう。例えばその原宿とかみたいなお土産、原宿のお土産屋さんみたいな、はい、もう一生に一回しか来ないだろうなみたいなところだと、うん、騙せますよね。そうですね。そうですね。でも地域密着型になると騙せないですよ、ね。うん、だマッチングアプリだったら騙せますよね。でも会社組織の中だったら騙せないですよ、ね、というのはあるんで、はい、騙そうとするならマッチングアプリっていうのはあるんですよ。寛容さでも何でも。へえ。はい。はい。いいですか。そう、いいですね。はい。いいです。うん、じゃあ、はい、わかりました。はい、わかりました。じゃあ、質問は、時間大丈夫ですか？今、2時半、2時40分。もう、終わりが近いですかね。いや、ここの部屋3時半まで借りてる。3時半までだけど、15分ぐらいで片付ける時間があります、ね。15分で片付ける。あ、じゃあ、それぐらい。じゃあ、15分までやります。はい、大丈夫、時間。全部いけます、ね、全部いきますか？飛ばして。
じゃあこのぐらいにしますか。うん、これぐらいにして、あとは時間があればやりましょ う、はい、はい。じゃあ次は、はい、今週のニュースを恋愛できるはまあ置いといて、え、いいんですか、はい、うん、これは別にそんな重要じゃない、はい、むしろ重要なのはみんなからの質問コーナーですね、はい、質問コーナー、このコーナーは主に恋愛や結婚で浮かんだ疑問や分からないことを送っていただき、僕グッドリが答えるというのです。ゆうさん、これあかりさんに答えてほしいっていう、あかりさんの回で使ってほしいって話でした、ね、はい、はい、ありがとうございます。夫の浮気と好きにさせるだけの距離にいる同僚男性について、あかりさんの回で質問をしたゆうです。これどういう話でしたっけ。ゆうさんは、旦那さんに浮気をされて、うん、で旦那さんと同じ会社で働いてるっていう、その浮気相手がいかがでしたっけ。いえいえ、ユウさんと、このまた後で出てくるんですけど、ユウさんと旦那さんは同じ会社というか同じビルの中にある職場で働いてて、うん、はい、で旦那さんに昔一回浮気をされてしまって、はい、でそれ以来なんかちょっとこびたような態度を取ってしまうみたいな、私がね、ユウさんが、ね、ユウさんが、うん、でそれで会社なんだけどなんかこう仲良くしちゃったりとか、うんうん、でそれで、はいはいはい、旦那がちょっと嫌がってるみたいな、はいはいはい、でそれしかもその会社の中にユウさんに対して思わせぶりな態度を取ってくる男性がいて、うん、ユウさんは既婚者なんだけどそれにもちょっと心を揺さぶられてて、うん、なんかドラマっぽいですね、はい、はい、でその浮気相手は昔の同級生でしたっけ。そんな感じでした。あ、前回なんか言ってましたね、なんか、はい、まあいいや、はい、すいません私間違った、はい、で最短の答えを知りたい場合は電話相談してくださいということで、問題が深刻になってきたらぜひそうしようと思ってます、はい、本当は深刻になる場合がいいですけど、まあ、それは置いといて、はい、今は特に怪しい行動もなく博士論を深く理解したくて考えを巡らせている中で浮かんだ質問を投稿している状態です。ご迷惑でなければ少しずつ質問させていただけると幸いです、うん、前回夫が浮気症の男性かどうかを判断するには情報が足りないとおっしゃっていたので、これで判断できるというほどの情報ではないかもしれませんが、付き合ったいきさつなどを書きます。見晴らしない程度に細部は変えました、はい、以前夫と勤務先は同じと聞きましたが、同じ建物の中ですが勤務は別の会社です。なるほど。勤務先の建物は一般の人も多く利用する複合施設で、その中のコンビニで昼食を買っている時に夫に声をかけられました。ナンパっぽい感じですね。うん最初は話しかけられて名刺を渡されただけでしたが、次に会った時に買っていた昼食を取り上げられ、よりこれより良いものをおごるからとランチに誘われました。積極的ですね。うん、まあ、だから女性好きなセックス至上主義かもしれないですね。うん、その後連絡先を交換し、何とかデートを重ねて付き合いました。夫は30代後半で背は高い方ですが、顔の作り自体は別に良いとは思いません。顔の作りが良くないけどモテるとしたらやっぱりセックス至上主義ってされてるんですね。うん、彼は近所の理髪店で来ていて、これ床屋なんですね。うん、だから、なんかおしゃれじゃないってことですね。うん、服装は保守的な感じで無難ですが、清潔感があります。こうなると、彼はどうやってモテようとしてたのかが気になりますね。うん、例えば、その、理髪店で来てても、なんていうか、その、会話が面白くてモテようとするっていう男性もいますからね。うん、はい、夫の会社は、まあ、あるいはその、なんていうか、会社がそのすごく優秀な会社だったら、それでも、持てたりするので、それを武器にしている人もいると。うん、夫の会社は男性が多い職場環境です。営業職ではありませんが、話が上手で笑わせるのもうまいです。これがだから女性を落とすテクニックかもしれないですね。うんうんうん、浮気症かどうかの判断ではなくても結構です。単なる感想でも聞かせていただけたら参考にしたいです。うん、この職業、営業職じゃない、営業職だとしたら、うん、すごくその察する能力が低い人が多いんですよね。はい、はい、お金を稼ぐとか数字で結果を出すことがゴールの人は察する能力が低い人が多いなって僕は思ってますけどね。はい、ここから質問です。夫は外見好みの女性を見ると凝視する癖があります。すごく見ちゃうと。うん、自覚しているのかどうか分かりませんが、その女性が気がついて目があってもそのまま凝視しています。うん、これはただ見惚れているだけなのでしょうか、それともその女性に対するアプローチなのでしょうか。まあ、その女性に対するアプローチだと思いますね。うーん、アプローチってどこまで自覚してるかって話もありますよね。例えば、よく天然っぽく振る舞う女性がいるじゃないですか。います。それってわざとですかとか聞かれた時に、うーん、それ難しいなと思っちゃう。その
わざとじゃなくても天然っぽいとモテるとしたら、それは自然に強化されるというか、その行動はね。はい。なんでそれをしちゃうんですよね。変えようとしないというか。だから凝視して、女性が気づいても凝視することで、まあ、意識してるのは私をと思うと、向こうも意識し始めたりするんで、それを身につけたんだろうなと思いますね。私からすると、その女性から気持ち悪いと思われないか心配にならないのとか、私を見てることに気づかないのと不思議に思います。はい、だからこれは気持ち悪いと思われる人を弾いてるっていうか、そのあるじゃないですか、さっきモテの話でもしたんだけど、別にその自分のことをそれで好きにならないならそれはいいっていう。はい、だからまあ気づいてるか気づいてないか微妙だけど、それでうまく女性を落としたんで、それをしてると。気持ち悪いと思われないか心配にならないのって、心配になってないんでそれで強化されると、天然の行動が、天然っぽい行動がそれでそのやめないのって言ったらやめない理由は、そっちの方がモテてるからやめないんですよね。正直凝視するのはやめてほしいのですが、嫌がると思うので何も言ってません。言わなくて正解でしょうか、それとも浮気防止のために嫌がられた方が、嫌がられても言った方が良いでしょうか、これどうですか。いや、どうだろう。信頼関係ができてれば、私の前でそうやってじーって見るのやめてくれた方が私は嬉しいんだけどって言ってもいいと思うんですけど、はい、この場合どうだろう。信頼関係ができてないように感じるんだったら、もう何も今は何も言わない方がいいのかなって思います、はい。まあ、この2人の関係は詳しくわからないけれども、人と思うのが、彼はユウさんが自分のことを好きだと確信してるわけですよ。ああ、そっか。はいはいはい。じゃあ、凝視しないでほしいっていうのって何かというと、私はあなたのこと大好きですっていうメッセージと捉えますよ。ああ、そっか。なんで言わない方がいいですね。なるほど。そんなこと気づかずに、はい、ユウさんがユウさんの日々を楽しんでいて、彼のことを、彼のこと好きだなと思わせない、なんていうかな、私俺のこと忘れてんじゃない、会ってない時はと思わせるようにした方がいいので、そんなこと言うのはダメですね。凝視しないでって言っちゃダメです、はいはい、それに気づいてないぐらいじゃないと、あ、そうかそうか、そうですね、なんなら彼はそれも意識して凝視してる可能性もありますね。へー、ユウさんがそれを知ってて嫉妬するってことも思ってるかもしれない。はあ、話の途中ですみませんなんです、はい、今思ったんですけど、はい、旦那さんが他の女性をじーって凝視してる時に、ユウさんも、むしろユウさんも自分の好みの男性じーって凝視しとけばいいんじゃないですか。ダメ。それはで言うと、まずその駆け引きで重要なことって、相手に、その意図を読み取られちゃダメだと思ってるんですよね。あ、そっか、で、それを知ってる行動がなんか俺に対して当てつけでやってるのかと思われたくないっていうことと、あ、そっか、あとなんだろうな、その女性が他の男性を凝視してたりすると、それってなんでしょうね、イメージとして男好きっていうイメージもつく可能性があって、むしろそれよりも俺に興味がないだけ、俺に興味がないっていうことを、彼に興味がないっていうことを、その旦那さんに感じさせたいんで、そのための最善策じゃないだろうなと思いますね。なんでその、まあ、そのあかりさんがおっしゃってたことが一つヒントになると思ったのは、結構多くの人って行き当たりばったりで思いついたことを戦略として使っちゃったりするんだけど、総合的に一番失敗しない安全な、しかも効果のある方法を試すんで、そういうことをしろって僕はいつも言うので、その今の凝視っていうのは不作用ですね。ダメか。じゃあ旦那さんがもうじーって見てたとしたら、もうそんなの気づかないぐらい自分はもうスマホとかで好きな映画とか海外ドラマ、ネットフリックス一生懸命じーって見てるとか。そうですね。見ていない時と同じ行動を取るですかね。凝視してない時と同じ行動を取るになりますかね。その旦那さんが、旦那さんがある女性を凝視していると、でその時にそれに影響されて彼女が行動を変えてしまうというのがダメだと。ああ、そうか。それまで見てたとしたら、それまでその彼女がスマホを見てたとしたら、そのままスマホを見ればいいんじゃない。あ、そうそう、それ、そんな感じ、もうそんなのも旦那が何やってるかとか気にならないぐらい夢中になれるものをこう手元に持って。僕思うのが、そのユウさんって人は、はい、ここに書いてある行動でじゃなくて、あらゆる行動で彼に対して、私はあなたが好きですを
いっぱいその出しちゃってると思うんですよね。うん、それ全部やめろって言いたいです、ね、そうそうそう、なんか夢中になれる趣味とかないんですかね。そういうのいいかもね、うん、なんか趣味を始めて、ね、まあ、そこに男性が参加してそうな趣味はもっといいんですけど。あ、いいんですか、はい、そういうところに浮気になっちゃったりしない、まあ、そこの心配はまだしてなかったけど、うん、まあまあ それの効果を期待してるのはそのまあそこにですごく楽しそうに振る舞うと、うん、で、まあ、例えば彼がなんか男性他になんかいい男性とかいるとかなんか聞かれても、うん、いや別にいないかなみたいな、うん、こう言うんだけど、まあ、ユウさんがどこまで駆け引きが得意か分かんないけど、得意だとしたら、得意だとしたらここに質問してないか、まあまあそれ置いといて、なんか私は何とも思ってないけど、なんか別に男女の関係じゃないからと、そのサークルはね、うんうん、でも参加楽しいから参加してると言ってでそこで今いろんな男性に相談されるんだよねとしたら、その彼側はいやそれ相談してんじゃなくて落とそうとしてんだって勝手に思ってくれたとしたら、あ、それはいい効果になるだろうなと思うんだけれども、いい、ね、はい、という感じですかね、はい、はい、じゃあ次いきますよ、はいはい、もう一つ質問です。結婚して5年ほど経ちますが、子供がまだ授からず、うん、妊活のために仕事を辞めようか悩んでいます、また同僚男性から好きさせるだけのアプローチを受けると葛藤で苦しくなるし、博士もおっしゃる通り絶対に不倫はしないと思っても間違いが起きる可能性があるので、リスクゼロにしたいとの思いもあります。ただ職場は育児中でも働きやすい環境が整ってますし、今の仕事内容にやりがいを感じています。そのため仕事を辞めるのを辞めないのと、どちらが自分の幸福に結びつくのかは分かりません。休職する手もなくはないのですが、復職は難しいので考慮外としています。チート幸福論に基づいた場合、このような迷った場合はどのような手順で考えたらよいのでしょうか。長文ですいません、なんちゃらなんちゃらと。これどうですか、チート幸福論に詳しい。難しいですねこれ、うん、うん、そうですね。でもなんか結婚してなんか5年経っても子供が授からないってことは、多分てかこのユウさんがおいくつか分かんない。それ重要ですよね。そうです。46とか言ったら話がまた、いやもう32とか46で全然変わりますよね、うん、はい、32とかだったらもうすぐ、ま、不妊治療というかお医者さんに行けって僕は言われますね。5年できないから多分すぐ不妊治療に入ると思うんですけど、うん、でも私の友達は仕事をちゃんと続けながら不妊治療をやってた子もいるし、うん、その子はどうなりました。その子は不妊治療 2,3 年やって、もう何やっても授からなくて、一回流産とかしちゃったりして、もうそれでもう落ち込みすぎちゃって、仕事ちゃんと やってるんですけど、はい、で辞めた 2,3 ヶ月後に自然妊娠したんですよ。すごいですよ。だからもう奇跡だ。やばい。あ、まあいいや。はい。あ、やばい。覚えてない。あ、今のとこ、ちょっと、なし、なし。あ、じゃあ、後でメールください。すいません。削ります。今言ったとこだけ削ってくれれば大丈夫。はい、しまった。それはさておき。うん、さておき。だから、あ、そういう子もいます。うんうん、だから、仕事は、育児中でも働きやすい環境が整ってて、しかも仕事内容にやりがいを感じているんだったら、うん、やめない方がいいんじゃないかなって思うのと、うん、思いますっていうのと、あと同僚男性から好きにさせるだけのアプローチを受けると葛藤で苦しくなるってあるんですけど、やっぱりそれはもう気にしない努力をした方がいい、うんうん、いこれは不倫するな、うん、しま、じゃあ博士どう思いますか。まずもし、このユウさんに絶対子供を産まないっていう覚悟がないのであれば、うん、妊活はしろと思います、うん、まあおっしゃる通りその年齢によって変わりますよね、うん、はい、で仕事は辞めなくていいと思うと、まあ、そもそも仕事を辞めるという選択肢はあんまりないと書いてありましたもんね。育児中でも働きやすい環境が整っているとありましたもんね、うん、で子供ができちゃったら旦那さんのことどうでもよくなる可能性もあります。結構あります。いい、はい、
これ7つの習慣に書いてあって僕もそうだなと思うんですけど、人って依存しているものに振り回されるんですよね。うん、でこのユウさんが彼を大好きで彼から愛されることが幸せだと思ってるとしたら、うん、彼に人生を左右されちゃうんですよね、はいはい、幸福を左右されちゃうんですよね、うんうんうん、その状態は良くないなと思いますね。彼が不機嫌になったらそれだけで不幸な気持ちになっちゃうというか、うん、はい、それよりはまだ子供に振り回された方がいいと思います、ね、うん、はい、で、間違いが起こる可能性がある、っていうのは、まあ、あります。もちろん、うん、好きにさせるだけのアプローチを受けると、うん、あの日々辛いだろうなと、うん、はい、なのでリスクゼロにしたい、まあ、見た目を悪くすればいいんじゃない。でも夫に対して見た目良くないといけないもんね、うん、あ、いやだからもう最初から、他人のようにすればいいんですよ。冷たくすればいいんですよ、その男性に対して、うん、事務的に話しかけてきたら短めに話に答えて、うん、ごめんなさい仕事があるんでとか、優しくしてきたらありがとうっつって、まあ、ゴミ箱に捨てたら怒られるから何かもらってきたら、まあ、時に冷たくすることですかね。あの他の人たちと同様に接する、まあ、あの指輪つけてるかもしれないけど指輪つけた方がいいですね、薬指に、ね、まあ、だから旦那さんの、まあ、写真飾って、まあ、2つあるから旦那さんの写真飾ったら旦那さんに対するなんか好き好き度が上がっちゃったりするのかな。うん、難しいですね。あ、2つあるからね。うん、まあ、とにかく彼に全く脈なしだなと思わせないといけないですね、あらゆるところで。そう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 、はい、で、仕事を辞めるか辞めないか、まあまあどちらが自分の幸福に結びつくのか。幸福はまた難しくて、まあ、毎回言ってるけど、幸福ってあの何でしょう、手に入りそうで入らないものがあると苦しむわけですよね。うん、まあ、それは楽しい時間もあるかもしれないけど、うんうんうん、で、まあ、例えば子供が授かることはないだろうと諦めれば、はい、本当に心から諦めればそこで幸福になるし、はいはい、あと結婚して子供ができた後の生活と子供ができなかった生活っていうのは2つに分かれてるだけで、どっちが幸福というわけでもないんですよ、実は。はい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 、どっちもただすごい違う道、なんか どこに旅行行くって時に、うん、山に行くのと海に行くのののような違いのだけで、どっちも楽しいけど違う道だっていうだけなんですよ。はい、なるほど。ただまあそうね、まあ世間の多くはまだ今も結婚したら子供を作ることになってるんで、うんうん、まあ、結婚っていうのはそういうシステムなんで、うんうん、仕組みなんで、うんうん、まあ、子供ができるんであれば、まあそのまあ、すぐにでも医者に行けっていうのがあります。お医者さんに行けと。そうですね、うん、そして治療してみろと、あまりにも金がかかりそうだとか無理だとかいうことになれば、うんうん、それはもう諦めて、うん、でしかも夫に依存しないような人生っていうのを歩むべきだと思いますね。そうそうそう、はい、以上ですね。はい、なんかありますか。うん、なんかそうですね、あのちょっと見てて思うのが、なんかユウさんってすごくなんか可愛らしい人なのかなって思います。モテると、モテそう、なんかナンパっぽい、うん、誘われ方してるし、うん、確かに、で既婚者だって分かっててもアプローチしてくる男性がいるってことですよね。うん、そうね、だから可愛らしいんだろうなって思ったのと、うん、あと年齢が知りたい、ユウさんの。そうですね、あとなんか好きみたいなのがあるかもね。あー、そうかもしれない。なんか話しかけ、だからこのユウさんという人は、うん、駅の近くを歩いてると道をよく聞かれるかもしれないし、優しいオーラが出てるのかな。あとなんか昔だったらなんかどっかの駅前とか歩いてると手をかざされたりとかしてる可能性があります、ね、宗教っぽい人にこうなんか、ああ、ちょっとインタビューさせてくださいとか言って、あ、インタビュー、あ、わかりましたとかで答えちゃう人なのかもしれない。ああ、お人よし、お人よしっぽく見えるというか、まあ、うん、まあね、ちょっとその両方かもしれないしね。強く持ってこう、はい、あの旦那さんとか同僚の男性にちょっと振り回されてる感じがするから、そう、ね、もうちょっとこう自分軸というか、そうです、ね、自分軸で生きた方が楽しいと思う。おってことは自分軸といえばキャメレオン武田さん、キャメレオン武田さんの本を読んで何がいいですか。ちなみに神様とのおしゃべりブック、神様とのおしゃべりブックをちょっと読んでみてください。はい、自分軸、もしスピーをちょっとでも信じてるならね、好きだと思うけど、はい、まあそれはいいかも、自分自分できる、うん、もうなんかもう旦那ほっといて一人で映画、好きな映画見に行ったりとか、あ、いいんじゃない、うん、RRR とかね、 RRR とか見に行ったりとか、はい、あと、うん、一人でなんか行きたいとこに旅行行ったりとか。そうですね、なんだろうな、自分自信がなくて
まあ、誰か、まあ、ある意味承認欲求みたいな、誰かに認められた時に価値を感じるとかだとしたら、こういうことになりがちなんですけど、うん、そうじゃなくて、まあ、キャメラン武田さんの本ですかね。はい。はい、よかったら読んでみてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あとは、まあ、メッセージのコーナーいきますか。はい、どうぞ。このコーナーでは皆さんからいただいたメッセージを読んでいきます。はい、マイナイトさんね、はい。カメラの位置が逆光なので、これはあの前回の、動画を撮った時に、コチコさんと撮った時に、もうなんか画面が明るくなったり暗くなったり激しかったり、そのためにコチコさんが反応してたんですけど、その意味をマイナイトさんは分かってて、カメラの位置が逆光なので、雲の動きで太陽が隠れたり出たりするたびに露出が変わって画面の明るさが変わってしまうんですよねと。この部屋で撮影する場合難しくなければカメラの位置を変えるしかないと思います。逆光で撮影するとお顔も暗く見えるのでせっかくの綺麗なお顔がもったいないなと思いました。これ親切ですよね。優しい。しかもそのせっかくの綺麗なお顔がもったいないなという、こう気遣いね。撮影のセッティングなど大変かと思いますがこれからも応援しています。ニコニコマークと。すごいですね。で今回は逆にしてみました。ただ今回あの曇りなんであんまり効果現れてないかもしれないけど逆光にしてみて今後もこれでいこうかなと。しかも今回はライトは照らしてないっていうかちょっと眩しいのでライトは照らしてないですが前ナイトさんの助言の通りちょっと今後はこの順光っていうんですかね逆光の反対、うん、自然光自然光自然光逆光も自然光ですよねでもね。あいやつまりこのカメラの向きで順光で撮ってみます。ありがとうございます。ありがとうございます。マイナイトさん。じゃああと何かありますか。続きいきますか。うん、あでも博士の思っちゃったこととか皆さん聞きたいんじゃないですか。思っちゃったのか。いやあれは余った時でいいですよ。別にどちらでもいい。あ本当。はい。うん、じゃあちょっと質問もらってきてるんですけど。はい。いいですか。いいですよ。はい。これ友達。誰と言ってもいいですよ。じゃあこれはなんかあの私の旦那さんからの博士にへの質問なんですけど、はい、はい、いいですか。はい。はい、チャット GPT などの生成系 AI によって恋愛の成功率は上がりますか ?AI に自分のデータ、相手のデータ、2人の関係性などをインプットすれば、相手の確実な落とし方を導き出してくれるでしょうか。これどう思います。いやー、まあ確かに AI って最近の AI って自分で学んだりとかするじゃないですか、はい、だから自己学習、ね、自己学習していくから、はい、その AI が博士となんたくさんやり取りして博士の理論博士理論とか博士の考えとかを落とし込めばある程度できるのかなとは思う。これはやっぱりねこの旦那さんは AI を全く理解してないな、はい恥ずかしい。いやいやAI 僕実はその AI と関係していることも昔は研究してたんですよね。で AI ってその学習するってどういうことか分かります？学習するって人間みたいに学習してるわけじゃないんですよね。AI って単純にパターンを認識してるだけなんですよね、はい、なんで例えば将棋とかチェスとかそういうのは得意ですよね。なんでかというと、はいはいはい、パターン決まってるから。だからその譜面をずっと、記念っていうのかな、将棋だったら、まあ、いやそういう盤とそのやり取りの順番とか全部記録して何が勝ち負けかっていうものをインプットすれば、この局面では負ける可能性が 50% とか全部わかるんですけど、インプット、つまりその AI を作るときには何をインプットするかを決めなくちゃいけないんですよね。で相手のデータ自分のデータって自分のデータって何ですかっていう何だと思います。なんかまあ自分の身長体重とか見た目身長体重見た目ってどうやって数値化します。分かんないでしょ。うん、数値化できなければなんていうか学習できないですよ。で相手のデータも見た目とかなんかそれぐらいだったらまだいられるかもしれない。見た目、まあ、身長ぐらいだったらいられますよね。体重ぐらいだったらいられる。うん、2人の関係性ってどうやって数値化します。なんかいつ付き合ってとかいつこういう状態で付き合ってどういうお付き合いを何年間やってどういうお付き合いでどうやって数値化します、週に1回週に何回会ってとか何時間ぐらいとかそれをじゃあ、相談した場合は、ユーザーがこうでも書き込むわけですね、うん、でその時に、
親戚の仲の悪いおばさんと彼が仲がいいとかそういうのってどうやって入れます？もうそのまま入れるんじゃないですか。それだともうできない、学習できない。意味が分かんないっていうか。あ、そうか、そこそういうのは分かんない。はい。だから数、そうなんですよ。そうだから、だからその家系図とかも取り込んで、こことここは仲が悪いとか。うん、仲が悪いってどうやって数値化するんですか。仲がいいと悪いって。難しいでしょ。うん。住んでる場所はこれぐらい離れててとか、会う頻度はこれぐらいでとか、週に何回ぐらいメールしててとか。で、彼が何か言ったとするじゃないですか。今日は忙しいから会えない、うん、って言った時に、その忙しいから会えないっていうのが本当に言ってるのか分かんないし、その忙しいから会えないっていうのは LINE で何時何分に来たのか、その自分が、今日空いてるって聞いた後で、2日後に来たのか直後に来たのかとかもありますもんね。分かりますか。もう要素がめちゃくちゃいっぱいあるわけですよ。要素がめちゃくちゃいっぱいあるし、うん、ちょっとした要素で全てが変わる、バーンって変わったりするんですよ、うん、例えばなんだろうな、全てがうまくいってたけどその日大きな地震があったというだけで全部変わったりするんですよ。確かに。そんなもの AI には学習できないんですよ、うん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 、でそれは天気予報でさえできないわけですよ。天気予報ってすごい、もう人間関係に比べたらはるかにシンプルですよね。地球がぐるぐる回ってて重力があって風が動いててっていうことだけなのに、1週間後以上になるともう外れ外れ夢るわけですよ。なので、AI が自動的に勉強するってことを、まあ、あかりさんの旦那さんは素晴らしい人だと思うんですけれども、 AI は分かってないってことが分かりました。ありがとうございます。ただ僕がね、これ AI とは関係ないんだけど、まあ、いくつかのプログラムをすれば僕がいらない質問に答えるものは作れます、うん、博士がプログラムするんですか。そうそう、僕はプログラマーと一緒に、うん、組めば、まあ、だから僕が考えてる思考を真似すればいいわけですから、うん、はい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 。そうすると、このチャット GPT のようなにこう質問すると答えるじゃないですか、はいはいはい、その時の裏に僕がいるようにすればいいんですよね、うん、でもこれは AI じゃないですね。 AI とは言わない、単純にそう、その昔ハイパーカーなんていうかな、その昔ゲームで、この時あなたは、ドアを開けますか、開けるなら35ページ、開けないなら256ページ、あるあるある、懐かしい。ああいう感じのやつを作ればできるかなと。ああ。AI よりもずっと単純ですよね。そっか。はい、でも、役に立つ。まあまあ、役に立つかなと思いますね。そっか。だから、そうね。あと、チャット GPT っていうのの話をすると、はいはい、まあ、僕も他の人から紹介してもらって、ちょっとやってみたんですけれども。あ、はいはい、インターネット上の情報から拾ってきて、質問に対して答えていくってことなんですけれども、はい、これはね、はい、この世界もその 知恵とかいうか知識って、まあ、玉石混交なわけですよね。わかります、ね、石 と宝石と石が混じってるというか、でしかもそれはどっちか分かんない、いい知識もあれば悪い知識もあって、それを区別できないわけですよ。で学術的な分野だとそれは 玉石混交なのはより分けることができるんですけれども、もう普通にみんなが書いてるインターネット上の知識ってもうめちゃくちゃなわけですよ。だからチャット GPT に質問しても多分答えられないと思います。はい、分かりました。ありがとうございます。うん、これに対して、はい、旦那さんが反論があれば、僕が言いたいことはこういうことじゃないんだっていうこともあるじゃないですか。多分勘違いしてますみたいな。こういうことじゃないですよっていうことがあれば聞いてくれればまた答えます。はい、分かりました。ありがとうございました。はい、他はどうですか。次は。まあ、ニュースは別にいらないかな。いいですか。はい、わかりました。今週思っちゃったことできますか。はい、どうぞ。あと3分ぐらい、ね。3分ぐらい。博士どうぞ。じゃあ探してる間1個なんかありますか。ない。思っちゃったこと。思っちゃったこととか、スピっていうか何でもいい。スピ。なんだろう。じゃあ私もちょっと探そう。探す。なんかどっかにメモしてあるんですね。メモし、思っちゃったことは、はい。アマゾンのアイコンのところに人の形があるじゃないですか、うんうん、人のマークありますね。なんかあれがこうログインした瞬間一瞬手振るじゃないですか。知らない。知らない。あれが怖くてしょうがない。怖いね、確かに、うん、手振るんですよ。なんか誰々さんって書いてあるじゃないですか、私の名前、うん、
の横に人のトイレの人のマークみたいな、はいはいはい、それが手振るんですよ。へめっちゃ怖いですよ。そうなんだ、僕ログイン失敗したから分かんなかった。うん、一回やってみて。へ面白い、うん、怖い。面白そう。まさにザ思っちゃったんだから仕方ないですね。はい、そうです、はい、うん、なるほど。じゃあ僕が行くと、うん、まあこれ前から思っててまた最近も思ったんですけど、はい、演歌ってあるじゃないですか。ヤギリの私とか分かんない。演歌ね。演歌ってカラオケに行くと今でも新しい曲が出てるわけですよ。それって誰が聴いてるんでしょうね。こんな昔僕20代とか30代の頃思ってたのは、うん、まあ、人が年取ってくると演歌を聴きたくなるのかなと思ってたんですけど、僕今50代なんですけど全く演歌に興味がないんですよ。誰が歌ってんだろうっていうのが思っちゃいました、ね。そういうジャンルなんじゃないですか、その塩ラーメンみたいな。演歌が好きなジャンルの人います？周りに。なんか氷川きよしファンだった人とか。氷川きよしファンの人はもうかなり年配ですね。それ昭和だからだもん、うん、なんか20代かなり昔に20歳ぐらいの時に、うん、若いのに氷川きよしが好きで演歌ファンになったっていう子とかもいる。あ、入り口なんかあるのか、うんうん、そう。あ、わかんない。そっか、まだ。しかも演歌を歌ってる人って氷川きよしは多分別格で、別格ですね。普通のおっさんとおばさんが歌ってるんですよ、うん、歌ってますね。別に綺麗でもない。そう、はい、まあ、歌はめちゃくちゃ上手いんでしょうけど、うん、これ誰か教えてくれたらいいなと思いました、うん、はい、はい。あと何かありますか。あと、あ、大丈夫ですよ。親か、僕の親が今85とか84かな、うんうん、とか80歳ぐらいなんですよね。で、親から電話かかってくるたんびに、あんまり電話かかってこないんですけど、かかってくるたんびに何かあったんじゃないかって毎回思っちゃうっていう。いや、思いますよ。思いますよね。親から電話って。で、うん、で何にもないっていうね。荷物送ったよ。そうそういう、そういう。あ、親からの電話ってちょっと怖いですね、毎回。電話なんですね。LINE とかじゃないんですね。LINE じゃないね、電話。うん、LINE は持ってるけど電話してきますね。あ、楽なのかな、それが。昔の人って。昔の人なんで、うちの親、面白いなと思ったのが、LINE なんかめちゃくちゃ使いやすいし、うん、使いやすい、誰でも使えると思うわけですよ。うん、しかも妹が、結構新しい iPad をプレゼントしてるんで、はい、すごい使いやすいと思うんですけど、うん、使えないんですよね。だって LINE だったら孫の写真とかもね、全部簡単に送って見れるじゃないですか。そうそう、そうなんだけど、例えばログ、あの iPad に、を開くときにこう指でこうやって右から左にこうスライドするとパッと開くじゃないですか。はいはい、スライドしきらないからまた戻ってるんですね、そのスライドは。最後までやると開くんだよみたいな、あ、そうなのかみたいな。で、あとその Amazon とかそういうのでもしばらくログインしてないともう勝手にそのロックがかかっちゃうんですよね。あ、分かりますけど、うん、あとバージョンアップも時々あるじゃないですか。はいはい、もうバージョンアップしたらもうおしまいです。もうかわいそうですね、はい、ちょっとあ、もうダメだ、分からんってな。だからもう、だから本当に使いやすいっていうのってまだまだ先なんだなと思いました、ね。そっか、はい、そっかね。ね、触ってれば分かるって言いますけどね。ああ、そうそう、そうなんですね。そこが難しいですね。そうなんですよ。あと、はい、そうそう、それでなんか、すごい高いパソコンの、はいはい、サービスに入ってて、うん、なんかあったらもう全部その、インストラクターみたいな人が答えてくれますよ。うんうん、電話かけると、そこはこうやってた方がいいですよって答えてくれるプログラムに入ってるんだけど、その人に言ってることが全くわからないから、あの聞いてないって言ってました。あの赤いボタンを押してくださいとかそういうのでもないですか。そうそう、そういうの、そういうの。それがわからない。わからない。赤いボタンを押すぐらいはできるんだろうけど、うん、そこでなんかログインパスワードを入れるんですけどとか言われた瞬間、なんか小さいメモ帳を出して、パスワードはどれだっけ、パスワードまだ5つぐらいあったりして、どれだっけみたいなことをやって。なぜか途中でキャプスロックがかかり大文字になったり。いや、かわいそう。なんかちょっと、まあ、そういうことですよね。なんか老人虐待みたいになってますよね。ありますね。かわいそう、はい、なんかそういうのが、なんかもうそういうのがかわいそう。あ、そうね、ゲームがあとハードが老人虐待してるっていう。まあ、それぐらいにしますか、今日ね。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。